はい、今夜も始まりましたファントスティックのナイトラジオ、略してファンナイラジオということで、今回は俺と、いや違うんだ、誰だよ。今回はファントスのリーダーフードセンと川原ゆうきがお送りいたします。はい、2人でございます。今回2人ですね。君が泣く、今さ、これさ、実は iPhone じゃなくて変えたね、携帯ね。そうなんだよ、前のこれ携帯 Xperia で撮ってるんだけど、ラジオね。で、前の携帯さ、がまあ今これ撮ってる携帯なんだけど、なんかね、この iPhone をパソコンにつないで、で写真とかさ、あとはこの中の音楽とかをパソコン、iPhone 側からパソコンに移動させたりとか、あとは逆にパソコン側から iPhone に移動させたりすると、なんだっけ、なんかね、メディアが応答しませんみたいな、ポーンって警告みたいなのってできないの。これを、いやわかんないんで、これ調べてもなんか全然わかんなくてさ。でね、なんかその手順とか書いてあったんだけど、その手順通りにやってもなんかその説明が難しくて、パソコンとかでさ、俺がさよくさ、ね、ファントスティックのさ音源とか俺が編集したりとか、インストメンタルとね音源を掛け合わせたりとか、あとはラジオの編集を全部俺がしてるじゃん。なんだけど、かといって別に俺がパソコンに詳しいわけじゃないんだよね。それをパソコン買うよ、やる。はい、手伝うよ、編集。俺のために大変そうだから。ほんと言ってる？マジで助かるんだけど、それ。シンくん、じゃあパソコン買って。でね、俺はしかとパソコンはいはい、ということで。ってことはさ、前お蔵入りになったやつあるじゃん、これが壊れた時の配信じゃねえや、収録。何を言ってるの？この携帯が壊れた時の収録の時。音源撮ってる時のってこと？あるね。そうそう、これね、携帯壊れた時っていうのは実はラジオを撮ってる時だったんだよね。あれ前々回のラジオかな、撮る時に録音してる収録中に携帯を落としちゃって壊れちゃったんだよね。その音源ないの？その音源はね、ちょっと。ありますね。あるでしょ。あります。それ聞いてもらおうよ。それ流す、ちょっと流してみようよ。俺も聞いたことないじゃん。流れるのかな。でもいけんじゃない？ちょっとじゃあこれ一旦、止めて、ちょっとそれ本当に流れるか聞いてみる。いいよ。ちょっとじゃあ分かった。はい、じゃあ皆さん、前々回の俺が携帯を今まさに壊れた瞬間のリアルタイムの時の収録の、じゃあ音源を聞いてもらいましょう。どうぞ。はい、今夜も始まりましたファントスティックのナイトラジオ、略してファンナイラジオ。はいということで、今回は MC フードセンと川原ゆうきとゆうきれいと西村雄大、はい、4人ですね今日は。はい、そう、1しかぶり1週明けて4人でやってます。4人でいいね。今日はね、ライブ終わりなんで。ムーさんラジオ久しぶり。ムーさんラジオ久しぶり。俺もよ。ムーさんと俺は久しぶり。ムーさんと俺は1週間。まあ声がちょっと生理的にちょっとちゃんと喋れる。こういう声。ムーさん声。ちょっとムーさん声ブス。ちょっと普通に喋れる。学徒風？学徒です。嘘つくなよお前。こいつやめ。やってる。こいつやってる。こっちやってんぞ。君に会いたくて。今日何するの？何するのみんな。今日何します？今日は今メンバーには言ってないんだけど、あ、俺とレイはね、ひそかに考えてるんですが、お前ら二人も言ってないんでね。今日はね、心理テストをちょっと。そう、心理テスト。抜き打ち心理テスト。え、それはどういう心理テスト？え、でもね、そのね、あのね、ジャンルで分けた2つ。そうそう、ジャン分けね。俺はね、なんとその人の性格みたいな、そういう系の心理を何個かあるかもしれない。ただね、その俺の携帯のあれ見れば分かるんですけど、ちゃんと俺もフェアにするために一切見てません。そう、俺も見てない。俺も見てない。本当にみんなちゃんと選んでカメラメンって感じ。そうだからみんなの前で、じゃあどれがいいっていう感じやるから。オッケーオッケー。みんなここが平等にやりましょう。なるほどな、なるほどな、なるほどなるほどなるほどな。はい、ということで、じゃあとりあえずレイ、あれお前は面白系の心理テストだっけ？まあその人性格というか、俺からいく3ついってっていく。今日は面白系と恋愛系3ついく。よし、じゃあ1個目いくよ。よく聞いててね。いいよ。あれでもみんな答えるときは直感で考えちゃダメよ、心理テスト。これさ、ちょっと変な答えたマジやばい。ちょっと俺も怖い。いくよ。あなたが一人自宅でくつろいでいると、部屋の隅に大きな虫を見つけました。はいはいはい。そんなときあなたならどうしますか？4択ね。1、新聞紙で叩いた。2、殺虫剤を使う。3、友人に助けを求める。4、見なかったことにする。あれによるわ、虫による。じゃあゴキブリ G にしよう。ゴキブリ。ゴキブリ。いや、もう俺も決まってるけど、完全に2だよ。俺も即2。俺も2だな。これ詰まってな。成立して。いいよ。じゃあいいよ。じゃあこれ一応おまけとして OK したら、じゃあ2以外を言おうか。はい。2以外だったら。あ、みんなも選んだ。あ、そう、みんなちょっと選ぶ時間。もうでもこれも直感でしょ。もう多分わかるよと。だってゴキブリが家に出てどういう行動を取るかでしょ。1が叩く、2が殺虫剤、3が友達に助ける、で4が見てみるでしょ。OK。はい、診断結果。このテストでは、あなたが生理的に受け付けない嫌いな相手への態度を知ることができますと。殺虫剤使うっていうのこれね。じゃあ2以外言うね。新聞紙で叩くを選んだあなたは、その人の意見に反論を述べたり意地悪をしようとします。いつの間にか軽蔑の眼差しを向けているかもしれません。なるほどね。3の友人助けを求めるは、相談ってことか。口に出さないけど、その人を見るだけで態度や表情が一変してしまうという。なるほどね。なるほど。相手もあなたが嫌がってることに気づいている。あ、俺とまあレイみたいな。なるほどね。で4はちょっと待って。4の見なかったことです。お前とレイ。あ、そうだね。今のは聞かない。お前とレイだわ。完全に。で4、はい。4の見なかったことにするは、その人をあたかも存在していないかのように扱うと。挨拶されても話しかけられたりしても無視することが多い。お前さ、4択じゃん。で、俺らが選んだ2は、殺虫剤を使うと。選んだあなたは、これ一番、表面上は普通に接しますが、陰口を言ったり強い手で近づこうとしません。やべえ。俺らやべえ。全員クソ野郎だよ。いやー、これはもう陰口ばっかだって俺ら。陰スティックで、陰スティック。俺ら一回も言ってんだよ、お前ら。なるほどね。あれおもろい心理。割と今のは逆に全員一緒でよかった。じゃあこれはいいなんか出だしだね。いい出だし。はい、じゃあ2問目お願いします。陰スティック。こっかってし、あのさ、2問目さ、よく見たらあんまつまんなかったの。いい？これほら公平にもうパッと見たものやってるから。じゃあいいんですよ。はい、切り替えます。はい、いきます2問目。はい。あなたはあなたの家の庭には1本の大きな木があります。はい。ある冬の寒い夜、雪が降りました。その大きな木にはどれぐらい雪が積もったでしょうか。はい。もう一回言ってくれる？あなたの家の庭には大きな1本の木があります。で、ある、冬の寒い夜、雪が降りました。その大きな木にはどれぐらい雪が積もっていますか。いきます。4択です。はい、1。お前寝てんじゃねえ、こらボケ。聞いてたんだよ、こらボケが。お前聞いてんだよ。やっちゃおうか、お前。聞いてんだよ。出てこない。かなえるだな。聞いてんだよ。1番。いくよ。1。徐々に少し積もった。あ、間違えた。漢字間違えた。ところどころに少し積もった。うん。2、積もらなかった。3、全体的に厚く積もった。4、埋もれて何も見えなくなるぐらい。木でしょ、ちょっと待って。木でしょ。木。埋もれてってこと？だからもう木がなくなっちゃう。あ、ちょっと外出れねえじゃん。うん、そうか。どういう状況？東北です。俺は決まったよ。俺も決まったよ。俺も決まった。ゆうたくん。うん。1の人。はい。やべ。俺だけ。2の人。はい。3の人。はい。うわー。バレたー。じゃあまず4からいこう。4からいこうか。いけよ。このテストではあなたの露出欲求度を知ることができます。木はあなた自身、雪はあなたを覆う。服や心のカーテンってことは。いきますよ。4番、埋もれて見えなくなるくらいを選んだあなたは露出欲求度ゼロ。露出が出てないところか殻にこもってしまっている状態。秘密主義で周りと会話もしないと。ちょっといろんな意味で捉えるけど。なるほどね。で1いくよ。ところどころに少し積もったを選んだあなた。露出欲求度は 80% です。ちょっと待って、意味わからん。どうか。言うてそんな露出してないやん。露出したい欲求が。ずっといつも出してるな、俺。露出したい欲求が溜まっていると言えます。自分をさらけ出したい、素の自分を見てほしいという思いが溜まっている。そのフィルターをかけたくない。お前らと違って俺偽ってないからちゃんと素のフードを出してきれいきれい。せんくん、せんちゃん、せんね。まあわかりました。はい、2番、私です。積もらなかったを選んだあなたは露出欲求度は 99% です。お前99めっちゃ出すやん。お前露出したい欲求が溜まってると言えます。自分をさらけ出したい。これ1番だ。間違えた。でもさ、間違えた。よく言ったらさ、裏を持ってないって変態。本心を隠す気がないあなたは目立ちたがり屋で飲み会などではすぐに脱いでしまうかも。がねえよ。性に関しても開放的なステージを持っており。待って、ここは切ろう。オープンになりすぎないように注意しましょう。ここはダメだ。使うよね。それは良くないよ。いや、いいんです。だからもう、欲求が溜まってるということ。溜まってねえよ。欲求不満担当でいい。おいで。やだ。これで俺と雄大くんね。俺らは。全体的に熱く積もった選んだあなた。露出欲求度 35%。鼻くそ欲しいんじゃねえてめえは。こらよ。これ。お前喋りながら言うだよ。お前だよ。あねえ、ちょ聞いて。露出欲求度 35% で、いつもこうやって確かに絶対こいつこそ平均的な性格だってよ。平均クソつまんないやつ。時と場合を使い分けて。なんか待って、なんかさ途切れた。マジはちょっと待って、やばい、バグってる。ちょっと待ってね。映しちゃったから。うん。絶対そうじゃない。ちょっと待って。今ごめん、俺出せない。めっちゃバグってる。今ごめん、割れた。今ごめん、割れた。ちょっと待って。マジで。調子悪いわ。ちょっと待って。ちょっと待って。調子悪い。上使えないじゃん。ちょっと待って、最近使う。ね。どうしよう。はい、ということでどうでしたか？どうでしたか？無事流れたね。うん、フードの携帯が壊れるくだりまで聞いてもらったと思うんだけど。そうだね。ねえ、どうでしたか？本当に心理テストやってる最中にね、これ厳密に言うとね、この携帯を台の上に置いてて、で真ん中でさ、台の上置いててさ、でマイク目の前でっていう風にねやってたんだけど、なんかの拍子でレイのね手がバンって当たっちゃって、そのバーンって地面に落ちちゃって、そうでさって取り上げて、でそのままさ心理テストを再開させてたんだけど、ある時にパッてやったらそのスワイプしたら全然動かなくて、携帯の上の方が動かなくて、そうお釈迦になって。この下は動くんでしょ？下動くよ。それもすごい。すごくはないんだけど。で iPhone デビューだもんね。そうマジ iPhone デビューってか、マジ iPhone 使いづらいよ。それはね偏見だよ。偏見とかじゃなくて、ごめん、これは事実なんだよね。例えばスマホ経験者あるあるなんだけど、うん、スマホってボタンが3つあるんだもん。俺も戻るボタンと、うん、ホームボタンとあとなんかこのさアプリがさ部分で一気にさってなるやつ、いっぱいしたら1個のボタンで何でもって思うじゃん。違うんだな、これが。いろいろね、いやファンタスを応援してくれてる人たちの中でも、もともとスマホだったけど、うん、今 iPhone に変えたって人がいるんだけど、うん、そういう人も言ってた。捨ててやろうかと思ったって。なんで捨ててやろうかと思った。やばいじゃん、 iPhone 使いづらくて。そんな使いづらいの？いつか絶対捨ててやるって。そう使いづらい。でも使ってれば慣れてきて、結局 iPhone の方が使いやすいってなるから、ね、で iPhone のかっこいいしって思うじゃん、うん。その今この捨ててやるって言ってた人も、お前と今全く一言言ってるでしょ。今もう iPhone じゃないと使いづれって言ってる。そう、人間慣れなんだよ結局。人間慣れなのかね。慣れって怖いよね。そうお前だけど相変わらず使いづらい。あとなんか知んないけど、俺さビデオがないんだよ、その iPhone のさビデオってやつがない。消してたんだろ。消してないよ。ビデオがないってどういうことだから、よいまあじゃあちょっと今いじるけど、ほらビデオがないの。写真しかない。ビデオなんかないよ。俺もないよビデオ。動画ってどうやってみんな？写真。本当に言ってる？写真だよ。ビデオだけがバーって言ってるのないの？写真の中にビデオが入ってるの？だってさ、ほら動画見てる。やってるそれ。アルバム。すげえ。ビデオになってる。すごい。バカが。バカがこら。サルエルは男。すごい。言ってやれお前。今日フードからいっぱい服買ってね。気持ちがいいの。すごいよね。フード食になった俺が。フード系統になった。橋山だ。気持ちがいいの。気持ちがいいの。下ネタじゃねえか。ちげえだろ。やめとけ。腰砕けるの。どういうセリフ回しのタイミングなんですか。腰砕けるの。腰砕けるのやめろ。キャスだ。お前やめろよそれも。キャスだよって。いやそうそう。俺の服をね買ったんだよね。そうそう、いっぱい買った。いっぱい、まあいっぱい買った。これ正規の値段いくらなんだっけ、全部合わせたら9万ちょいね。それお前いくらで買ったんだっけ？3万。フード懐深い。フードが使ったっていう劣化の部分もある。お前ね分かってないんだなお前は。何これだから困るぜ。青2歳は青2歳フードが使ったからお前はよく見えるんだろ。でもそれによって値段上がったりはしないよ。あなたに今もちろん今ユーズドでお前それで上がるわけでしょ。そうだよ。だけど全部で9万超えのものをやばいね。 60% オフだよ。言ってしまえば雄大がさよくさ来てるさ星のさ中にさマリア像のさ、なんかそのねえ俺がホールの時の T シャツ公演で着てた。あ、そうそう、一橋ホールの時の着てたで、雄大も今着てるんだけど中にさでかいそのプリント、顔のプリントが施されてあって、あのね上の方にね首襟ぐりのところにさでかいスターがそう施されてるペイント T シャツがあるんだけど、あれはもともとジバンシーのデザインのやつで、あ、ジバンシーの、うん、だからあれはねその普通に雄大あれももともと俺のなんだよね。そうそうそう、あれを雄大は買って俺から買って、でそれだけじゃないの。雄大の服はこれはねみんなに言っておきますけど、雄大が今着てるプライベートな服8割俺のね、千空からもらったやつしか着ないよね。そうなんだ。俺はそれは嫌なの。なるほどね。フードの2番煎じは嫌だ。なるほど。そのフードの服を買って自分なりの着方がある。なるほどね。自分の着方がある。うん。それでいいんだよ。そう。できる？それ。安牌だよ。安牌？今俺フードの服しか着てない。ここにいる時は。ちなみに言うとお前今。上のトップスから下のパンツまで全部フードだけど。そうだね、さっき着替えた。すごい買ったよ、めちゃくちゃメンバーに売ってるもんな服。でもいいんだ、俺が着なくなった服をメンバーがまた着てくれればそれでいい。だって俺ほんといらない服いっぱいあるからさ。だからさ、なんでそうね、だからどんどん着て、俺の服も。じゃあ今度からタダでちょうだい。ん？いや、お前が欲しいって言ったら何でもタダであげるし、マーチンだってね3つ買ってやるよ。お前欲しかったら。マーチンちょうだい。マーチン。じゃあ俺が欲しいって言ったものは何でもくれ。当たり前じゃん。このパソコンちょうだい。何個欲しいの？4つ。4つもないので。さあごめんね。さあお前が悪い。ちょうだい。あ、じゃあ古いやつでいい。まあでもパソコン欲しいが、ダイナブック。あげようか。確かにちょうだい。いいけどフードも今そんなにバンバン買えるお金はありません。ないんですよ。マーチ見つかってやるとか言ってない。じゃあ千君の編集が大変そうだから手伝ってあげたいなっていうのでパソコン欲しいけど、別にさそんな俺別に作曲するわけでもないしさ、そんないいやつ買っても使うんじゃない。極力何かを本当に何かをでき1個や2つできるパソコンでいいんだよね。そうかそうか。そうそう、なんか別にあれもこれもやる、作曲したい、動画編集したいとかさ、そういうんじゃなくていいんですよ。そうか、パソコン高いからな。高いよね。俺もこれだって、ちなみに言うとこのパソコン俺買ったわけじゃないからね。そうなの、譲り受けたの。そうなるほど。もう一台あるすごい古いダイナブックってパソコンは買ったんだけど。あ、そうなの。すごい、でもあれは中古で買ったからさ。だから俺もパソコン買えるね、もう買おうと高いからさパソコン。今さなんでパソコン買おうと思ったの？俺今こういうのがなきゃ俺パソコン欲しいと思わなかったから。だからもともと俺だからさ、専門学校がファッション専門学校だから、なんかねいろいろ使うんで、そのいろいろ使う、イラストレーターとか。ああ、なるほどね。それを使うときにその練習しなくちゃいけないからパソコンあった方がいいかなと思って。なるほどね。そうで使ったのがきっかけなんだけどね。そうなんだ。そうでも結局まさかね、こういう音楽関係の編集で使うと思わなかったからさ、自分でだから何も分かんなかったからさ、一から自分で独学してさ。なるほどね。オーダーシーっていうねアプリなんだけど、オーダーシーこのさこれがそう、オーダーシティってやつだ。これをね、これを起動して、でこれでね音源をね、うん、ちょっと編集したものを撮りますね。いいけどさ、これ合わせていくんだよ。みんな聞いてね。これ聞かせるの？いいけど。ちょっと聞いて。これは音源とその音源を忠実に再現したインストメンタルを掛け合わせてる。なるほどね。あ、でもやっぱ大きさ違うんだね。そうだよ。まだ荒編集だからもっともっとその突き詰めて、そう区切るところをそのコンマとかでちゃんと区切って、なるほどね、その次の出だしの言葉が入らないようにして紙でパッパッパッって単語単語で区切るようにするっていう。そうこれをねやると結構時間かかるんだよねって考えると、作曲してる人って相当すごいよ。そうだよね、マジすごい。だって俺もともとできてる曲を2曲重ね合わせて演出するためだけに時間かかるから、そうだからこれプラスラジオの編集やったりとかすると時間がかかるんですよ。だからお前頼むよねえ。パソコン買ってじゃあ。だってだってって言うだってって言うだってってなんだ。いやいや、変えるまで俺らが成長すればいいんだよな。そうね、頑張りましょうよ。頑張ろうか、うん、まあってなわけで結構今日すごいはいゆるい感じね。いつもゆるいだろお前。せんくん今後の目標は？急に来たね、うん、何俺の今後の目標、うん、今後の目標はそうだな、ざっくりするとレニーでワンマンやりたい。ああいいね。あそこでワンマンできたらすごく気持ちよくない？オーイスとかね。オーイス、まあ、でっかく言ったらゼップね。ああやばいね、ゼップ。ゼップいいな。ファンタそこまでいかないとね。マジ頑張んね。1500円ってめっちゃでかい。やばいよね普通にね。万事すぎ、さすがに超でかいヤンキーだよね。でもなんかそうそう、そこでやったらさ、俺らがさあんまりやったことないバラードとかもできるじゃん、ワンマンって。バラードとかあとね、本当に自分がやりたい音楽とかのカバーとかもできるしさ、あとその頃にはね俺たちの持ち曲も何曲か増えてるかもしれない。そうね、ちょっと対バンでお披露目するような曲がね、それをやりたいよね本当に。やりたいね、うん、やりたいね。あとみんながこれやってほしいっていう曲とかもさ、なんかそれも募集してみんなで聴きたいし、恩返しがしたいよ本当に、うん、3ヶ月前まで何のさあれもなかったさ、ただの一般人の俺らがさ集まってさ、こうやってねみんなに応援してもらえるようになるなんて想像もしてなかった、ね、不思議だよね今ね、こうして会ってるのお前と会ってるの不思議だよね。は何うんっていいんじゃない？不思議だね。不思議でしょ？不思議だね。ダニフシュ。ダニダニ。ちょっと難しい。ダニダニ。ね。不思議だね。知ってる？不思議だね。うん不思議だね。お前の今後の目標は何？俺の目標？全国ツアー。うわ。目標すぎるね。まあ急に目標すぎるやつ出てきた。目標はでかくないですか。目標っていうか俺の中ではそこはあくまで通過点。通過点でしょ。そうだよ。レニーもそうだし。どこ行きたいの？沖縄でファイナルやってみたい。沖縄？全国ツアーファイナル沖縄でやりたい。すごいやりたいね。やりたいよね。なんか沖縄で俺たちを応援してくれる人たちはもちろんのこと。ここら辺で応援してくれる人たちと一緒に沖縄に行ってやりたくない？ね、いつもさキャメロットとかさ、ね、ブレイズとかさシアターイエスとかでさ会ってる、ね、みんなと沖縄で会って一緒にライブで沖縄でライブしてツアーやってオフ会してる。うわーいいね。俺もうこの頃さオフの日でもさもうさファントスファミリーが何してるのか気になっちゃってしょうがない。本当に寂しいんだよ。でもね、ライブの時でね盛り上がってくれてマニマニもくるくる回ってくれたりさ、あと物販の時も話しかけてくれたりとかするファンタスファミリーがね本当に愛おしくて仕方ない。ほんとちょっと時間ある時だけ時間あるだけでツイッター見るから。そうだねそうだよね。それはメンバー全員そうだと思う。気になるそういうこと。気になる子ちゃんだね。はい、使えません。使えないこれ。使えません。何？使えるかな？使えません。トゥーテルトゥー。僕が泣くその時。やめろもゆずのやつ。ゆず？男子トルさんで。ずっと。男子トルさん。ずっと。はい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 。アレンジ入れないで他のグループさんの曲を入れて、はい、そうだね。全国ツアーしたいね。次いろんなとこ行きたいわ。確かに名古屋行きたいし大阪でもやりたいし。俺名古屋大阪新潟、うん、あと北海道いいね。そうだね。いいね。あと俺個人的な青森行ってみたいんだよね。青森いいね。ガッシーだよ。そうか。長崎も行きたいな。で、ツアー福岡も行きたい。福岡いいね。福岡俺さ、龍が如くっていうゲームがあるんだけど、うん、あのゲームでしか行ったことないの福岡。行ったって言わないですか。見たっていう。ゲームで福岡行ったって言わない。じゃあ俺デメキンっていう漫画で福岡行ったよ。そういう問題じゃないんだわ。俺が言ってるのはそういうことじゃなくて、ゆき。シャロ俺グラセフでアメリカ違う。だから俺は龍が如くで歌舞伎町とかあとは大阪の蒼天道頓堀とか行ったんだけど。歌舞伎町俺それリアルで行ったことある。いや俺もあるよそれもちろん。で俺は龍が如くで行ったってどこ。だから行った龍が如く行き、まあ龍がそう龍が如くでいい。いや龍が如く行きっつか普通に行ったの普通に行ったのよ。えっ千君がってこと。うんだからまあそう俺が、うん、ゲームでねそれで俺はすごい行きたくなってさ龍が如くで大阪に行ってるから自分でも見たくなっちゃって。ああそういうこと。そうで高校の時専門学校の時かな車で行った。友達と一緒に大阪で。そう7時間ぐらいかかる。あそうそう本当にそれ7時間。でも行ったことある？だから車では行ったことない。でも俺の友達ちょうど7時間だよ。友達が家族で行ってお父さんが7時間本当ちょうど7時間。いやぶっ通しならもうちょい早いよ。6時間、そうだ6時間ぐらい、6時間ぐらい相当しんどいよ。行った時は新幹線で大阪は新幹線の方がいいよね。新幹線でも向こうでレンタカー借りて、うん、でいろんなとこ行ってたんだけど、道が多い、車線が多いのよね。大阪、京都、かな、もう分かった。しかも俺免許取り立ての時、あ、そう、え、多いっけ。俺結構狭いイメージしかないけど、京都なんて。あのね、国道とかになると5車線とかあるからね。そんなあったっけ。やばい、事故。5車線もあったって片側4車線とかあるからね。マジでちょっと怖い。まあそうだよね。都内は割と大丈夫。そんな慣れた。俺も都内車の免許取り立ての時とかさ、めっちゃ行ってるからさ。いや、日本橋とか銀座とかそこら辺は交通量多いし、タクシーとかも多いから、せっかちな人も多いからさ、ちょっともたもたしてるとパッパッパーって後ろから鳴らされてさ、そう、それはもう、はい、やってきました。こいつやってきましたわ。そうだからもうちょっとさ、焦っちゃってさ、あわあわしちゃったりとかするからさ。あわあわしない、俺ね、あ、逆に遅く、うわー、やってきたよ。逆にトロトロ、逆に龍が如くって感じ。いや、わかんない、そういうのないんで。逆に龍が如くはどういう意味かもわからないんで、やめてください。そうね、ツアー行きたいね。ツアー行きたいよ。ツアーで行ったところの美味しいもの食べて、ちょっと観光して帰ってきて、別のとこ行っていいね。ツアーファイナル沖縄、最高だろうね。そんな日みんなと沖縄でオフ会したい。沖縄でオフ会ってやばい。一緒にさ、素潜りしてさ、魚とかいいね、取ったりとか、シュノーケリングいいな。沖縄海綺麗だからね。綺麗だからやばいね。何年前か、3年前か行ったんだっけ。2年前か。楽しかったな。いやー、行けるように頑張ろうよ。そうね、マジで。そんな遠くない将来と考えて、そこに向かってね、頑張っていこうぜ。そうね、はい、ということでね、気づいたら23分、もう下手するとこれだけでもラジオを回せるくらいまで撮っちゃいましたけれども、はい、てな感じで、今回はそのね、フードの携帯が壊れたリアルタイムの収録と、あとは本当の雑談の回になってしまいましたが、はい、ということでね、こんな感じですけれども、みんな今夜も聞いてくれてありがとうございました。以上、僕たちファントスティックでした。ありがとう。おやすみなさい。おやすみ。いつものやつやって。愛してるよ。